人が中心である川本浩平さんの記録である日本新記録を出せたというのは、やはりこの新潟県での積み重ねが一番大きいのではないかなというふうに思っています。その水沼選手は昨日100メートルバタフライに出場しました。後続を突き放し予選をトップ通過した水沼選手、県内ジュニアスイマーを前に決勝ではどのような泳ぎを見せてくれるのでしょうか。第5レーンの水沼選手は前半50メートルを24秒54のトップで折り返します。自身の強みである後半もペースを落とすことなく51秒76の1位でフィニッシュ。日本記録保持者として初めて臨んだレースで貫禄の泳ぎを見せました。日本記録保持者としての意地もあったので、やはり決勝では51秒台で泳ぎたいっていう強い気持ちを持って決勝に挑みました。そういうのを思った通りに表現できるっていうのは、間違いなく自分の力がついている証拠だと思っているので、この水沼選手の泳ぎを真剣な眼差しで見ていたのが上越市の中学1年生根岸歩夢くんです。こんにちは。実はこの2人、競泳の水沼直樹と申します。去年12月に面会し直接激励を受けていました。ぜひ4個目僕の先輩である萩野公介さんが金メダルを取ったので、次はぜひ根岸くんがオリンピックで金メダルを撮る姿を僕に見せてください。頑張ります、はい、その根岸くん、おとといの 400m 個人メドレーに出場しました。最初のバタフライで早くも先頭に出ます。バタフライは、いい感じに入って、背泳ぎで落ちないように行くはずだったんですけど、そこでちょっと落ちちゃって、後半伸び悩み4分38秒94でフィニッシュ。中学3年生も出場する中優勝しましたが、目標タイムに届かず悔しがる様子も。この結果も受け入れて、気持ちを切り替えて、明日は絶対に自分の目指すタイムを、目指して頑張りたいなと思います。そして昨日の 200m 個人メドレー、根岸君は序盤前を追う展開となりましたが、背泳ぎでトップに立つと終盤も差を広げ自己ベストを2秒以上更新する2分11秒75で優勝しました。疲労とかもあったけど、気持ちで頑張りました。もうちょっと欲しかったところですけど、今回は良かったなと思います。13歳にして2種目で優勝した姿に水沼選手は、日本のトップもしくはそのうち世界で戦うような選手になってくると思うので、今からしっかりこういう大会で勝ち口をつけておくということはいいことだと思います。その水沼選手も世界水泳で自身の記録をさらに塗り替えたいと意気込みます。まずは決勝に出てどう戦うかっていうところが大切になってくるのではないかなと思っています。僕自身が塗り替えた日本記録っていうものをさらにこう塗り替えられるような記録を世界水泳アジア大会で出せればいいなというふうに感じました。